皆さんこんにちは、作家編集者のバーバラ飛鳥でございます。よく考えたら、iPhone にも動画機能というのがあるわけでして、よく音質とかね、よく考えたら変わんないんでしょ、多分。ボイスメモと録画の方で特に音質が変わるということも考えられませんので、テクテク歩きながら画像もねちょっと映しながら、徒歩ラジオというのはありなのではないかと思って、また新しいことをいろいろ試してみたいと思います。私ただいま、とある場所に向かってテケテケと立川市内を歩いておるわけなのでございますけれども、やっと先ほどですね、無事コミケの入稿が終わりまして、正確に言うと終わってはまだいないんですよ。あと2冊入れるものがあるんですけど、それはまあ自分の本なのでね、最悪出せなかったら出さなくてもいいやみたいな、そういう感じなのでございますけれども、まあご覧のようにですね、立川はこうのどかな畑ばかりのところをですねテケテケと歩いておるわけでございます。そうですね、この徒歩ラジオとかね、朝の評論放送なんかはですね、大変、あれは皆さんもぜひおすすめですよ。頭の体操代わりにですね、ぜひぜひ皆さんもおやりになることをおすすめします。というのはですね、やっぱり例えばキーボード、物書きとかね、ちょっとブログ書いたりする人なんかわかると思いますけれども、キーボードとか鉛筆でカリカリ文章を書いたりしてるとですね、こう思わぬ方に筆が進み、自分でも思ってもみなかった結論に至るということがよくあるわけでございます。なんていうんですかね、本当にね、こうほら、人間、私の説だと人間基本的にさ、みんなこう怠け者ですから、物事を考えるなんていうことはなかなかしないわけですよ、物のついででもない限りで。なんて言うんでしょうね、そういうふうになかなか物を考えるということはないんですけれども、ただこう一旦 IC レコーダーやカメラが回り始めてしまいますと、カメラ回るって言い方も今後ないんでしょうね、あれフィルムの話だからな。カメラがね動き始めて、配信が始まってしまうとですね、こう何も言えないということは許されないわけでございますよ。噂、私が聞いた話では、ニコ生をやった人が初めましてというまでに10分だか30分だかかかってしまったという話を聞きましたが、私その話全く笑いませんね。最初に私が IC レコーダーでね、ポッドキャストを録音した時に、周り誰もいないんですよ。誰もいないから何言ったって恥ずかしいことないんですけれども、何やったって別に恥ずかしくないのに、なんていうのかな、一人でね IC レコーダーを前に15分ももじもじしてしまいましたので、その最初の初めましてが言えなかった人というのはですね、はっきり言って全然笑えません。わかるよ、そうだと思うよみたいな、やったあなたはすごく偉いというふうに思ったりするわけであります。ちょっとねこの画面運転と違ってこうゆらゆら揺れますので、普通に見てると酔いますよ。ちょっとね、あんまり画面ばかり見つめないようにしてくださいね。本当に変な風にね酔いますので、ちょっと道端になんか良き花とか良きものがあったら写したいとこなんですけどね、何の変哲もない今住宅街歩いておりますので、映したりするものがちょっとないのでね、申し訳ございません。
まあそういうわけでですね、何の話をしてたかいつものように忘れてしまったんですけれども、まあそういうわけでですね、まあいいや、とにかく同人誌の入稿は人の手伝ってるね同人誌の入稿が無事終わりまして、あとは、まあ、出すも出さないも自分の S 心と M 心次第というね、そういう同人誌があと2冊残っておるわけでございます。まあコミケという締め切りでもない限りね、なかなか人は働かないものですので、こうコミケというイベントのお世話になってですね、ガンガン物を書くというのがまあお盆と、年末の私の生活というわけであります。まあ基本的に私はエゴイストが服着て歩いてるような人だと自分で思っているんですけれども、エゴイスト心はね作家心なんですよ。でこうなんて言うんでしょうね、編集者心というのはね、こうおばちゃん的おせっかい心なんですね。編集者さんの絶対これは絶対必須な資質だと思うんですけれども、もう才能ある人を放っておけないというね、これは編集者絶対どんな編集者にも必要、優秀だろうがヘボだろうがどんな編集者にも絶対必要な資質はですね、ちょっと才能あると自分が思ってしまった人がいたらもう絶対放っておけない、もう本を出せ本を出せ本を出せと、まあ本じゃなくてもね、いろんな手伝い方があると思いますし、私のように同人誌をね出していただくとか、同人誌作るお手伝いするとか、いやまあさっきよく話しますように、一人では人間何もできませんのでね、才能ある人でもなかなかお一人では難しいところもあります。まあ本を出せと勧誘するとか、まあいろんなことがありますけれども、とにかくそういうおばちゃん的おせっかい根性というのはですね、編集者には絶対必須なものなのでございます。まあそういうわけでですね、私基本的にエゴイストだと思っていて、人の世話なんかできれば焼きたくなくて、自分でこちょこちょ何かをやっていたいんですが、遅ればせながら、やっと、40も近くなりまして、自分一人では何にもできないと、こう人と組んでいろんなことをやるべきだと、まあそういうふうに最近は心を入れ替えたわけなのでございますけれども、心を入れ替えたからといって性格の悪さまでは入れ替えられないわけでして、まあまあね、別に外見上は普通と変わりなくやっております。本当にね、今回またいろいろ同人誌のお手伝いをさせていただきましたけども、本当にね、こう今回特に感激いたしましたのは、自動車評論家のこうマリオ高野さんの文章でして、その彼の文章というのはまたちょっと何て言うんでしょうね、ちょっと独特なものがありますんですけれども、そのマリオ高野さんがどういう文章でこう私の心を入れ替えさせたかというのは、後半でお届けしたいと思います。一応の後半でございます。先ほどまでですね、マリオ高野さんというですね、自動車評論家、兼自動車ライターさんのいかに素晴らしいかという話をしようというところでね、まあ、終わってしまったわけなんですけれども、まあマリオ高野さんといえばですね、こういつも、自動車部でですね、ドラゴン山崎さんとですね、なんて言うんでしょう、コンビを組んでこう自動車についての面白い話をねお話しいただく方なんですけれども、まあ、ドラゴン山崎さんはですね、私以前から存じ上げているわけなんですけれども、マリオ高野さんという方はですね、自動車部、山崎さんのご紹介でお知り合いになった方なんですけれども、今回同人誌、前からブログの方は拝見してるんですけども、同人誌でですね、マリオさんのこう文章を初めて読んだんですけども、大変なんて言うんでしょうね、
さっき前半にもお話したかもしれませんけども、自分の今までのですね、こういい加減なライター的、態度というのをですね、こう非常にこのなんていうんですか、反省させられるような、こうういういしい若あゆの文章、若あゆのように面白い、若あゆのように面白いっていう例えが果たして正しいのかさっぱりわかりませんけれども、あのとにかくね、あの面白くてういういしい文章を、まあ、お書きになる方なんですね。でそのドラゴン山崎さんとあのマリオ鷹野さんの対談を収録したね、自動車同人誌を今回編集させていただいたわけなんですけれども、あのお二人の大変素晴らしいところはですね、なんて言うんでしょう、自動車のことがさっぱりわからない、あのいたふら車って言われても何のこっちゃらと思ってた私がですね、こうお二人の話を聞いてても大変面白いという、そこがすごく重要なわけであります。いかなるねオタク系のあのコンテンツとかね、対談とか、まあなんていうのかな、もう昔は岡田斗司夫さんと唐沢俊一さんの対談にね、象徴されるように、いかに、そのなんて言うんでしょう、対象物について詳しくない人が、例えばその対談を読んだりテレビで見たりしていかに面白いかというあたりがですね、新しいファンを獲得できるか否かのこう境目なわけでございます。だっていかなるジャンルでもさ、なんて言うんでしょう、いかなるジャンルでも読んでわからない、読んで読んだり見たりその対談見たりして興味が湧かなかったらすごいつまんない話なわけですよ。だけどね、そのドラゴン山崎さんとマリオ鷹野さんのその自動車対談はですね、自動車を全然知らない私が聞いても面白い。だから多分私以外の自動車に詳しくない人が聞いても面白いんだと思いますよ。いや困ったことにね、あのお二人のなんて言うんでしょう、対談はですね、私、まあ、ご存知のようにいろいろと出費癖がございまして、いろいろと貧乏なんですけれども、こんな貧乏な私をしてですね、こう外車が欲しくなってしまうというね、大変恐るべき魔力を、秘めた対談なのでございます。もうなんていうの、もう早くね、自分の親がもう車を買い替えて欲しくてしょうがないわけなのでありますけれども、あとうちの父ね、実は運転が乱暴で車もうボンボンぶつけまくっておるものですから、なんていうのかな、早く買い替えてほしいっていうか、なんていうのかな、早く父がですね、もう車に乗るのを諦めてほしい。そうすれば近くのね、実家の駐車場を使って私がですね、もう素敵な車に買い替えることができるわけであります。まあなんていうのかな、まあ、結局私なんかきっと実用一点張りだから、買うのはサンバーとか K のワゴンになると思いますけど、実は私まあ、スバリストとまで言いませんけど、ちっちゃい頃から実は富士重工 B 機でして、買うなら絶対インプレッサと思っていたんですけれども、今はね、車っつったって欲しいのはなるべく同人誌が詰める車ということで、今一番欲しいのは K のワゴンなのでございます。まあもちろんね、 K のワゴン買っちゃったらもうボディに恥ずかしい塗装をしようと固く誓っておるわけでございますけれども、まあね、ボディには何書こうと一応個人的利用ということでね、まあ、ディズニー以外は怒られねえんじゃねえかと、まあ、思っておるところなんでございますけれども、まあ、このようにですね、車に興味のない人間がこうそのお二人の対談を聞いたら車が欲しくてしょうがなくなるっていうのはね、これはものすごい、文章としてはものすごいパワーですよ。
基本的にだからまあ書評なんか書評家とかには求められる資質なんでしょうけれども、やっぱり書評はそれを読んでね、すごく欲しくなっちゃうぐらいでないと、まあ書評家としてはどうなのというね。だって書評でもすごい優れた書評なんてのはけなしていてもね欲しくなっちゃうという、なんかすごい魔力を持った書評というのも結構あるわけじゃないですか。なんか久しぶりにこの2日間ばかりずっとお家にこもっていたので、久しぶりに徒歩ラジオしたらなんか全然ハーハーなわけでありますけれども、ちなみにね、いきなり太るとね本当に声がお相撲さん声になるんですよ。私かろうじてそこまでは言ってませんけれども、知り合いが突如太りまして、顔まで太るとね本当にねごっつぁんですみたいな、ああいうお相撲さん声になるから、はあ、お相撲さん声ってな大いに体型に関係するんだなというふうに思ったりするわけであります。まあそういうわけでですね、今日無事、コミケの自分の同人誌以外は全て入稿が終了しまして、あとは印刷会社さんに頑張ってもらうだけというあたりなんですけれども、特にね今回面白いと我ながら思うものはですね、ドラゴン山崎さんと高野マリオさんのマリオ高野さんが逆かの、対談を収録しました自動車同人誌ですので、コミケにね3日目いらっしゃる方はですね、アジア自動車文化研究所の方にぜひ行って、同人誌を買ってあげてください。まあ、そういったあたりでですね、今日のトホラジオを終わりにしたいと思います。明日もですね、朝の8時半から、お届けします。明日朝8時半もしかしてちょっと明日はねちょっと親戚でクリスマスパーティーをすることになっているのでちょっと分かりませんけれども、まあ、そういうわけで明日朝の8時半からですねまたお届けします。というわけで、サッカー評論家のバーバラ飛鳥がお届けいたしました。明日も8時半からお目にかかります。